藤崎さんどんな手だったのかと。もう今聞きたい。一刻も早く待ちきれないですね、うん、もう終わるまで。どんな手から3万切ったんですか。3万の後に数万手出しですから、はい、はい、いや一つ藤崎の戦う姿勢が見えました。トンの4局です。内川の親番ドラはパーピン。近藤さん初こそ統一ですけどドラなし赤なし、これはちょっとまっすぐ行けるような手ではないので、あもういきなり両面から払って、いや一番なんでしょう整っていたところですよね。そこから切っていきましたね。どうせ、はい、自敗をもうこの手上がりづらいんで夜会バンバン切り出していく手ではないと、うん、それであれば一種類両面立つあろうがなかろうが、ここでスッチーマのメンツが失敗しようが失敗しなかろうが大して影響ないので徹底的に高打点目指そうということですよね、はい、さあそして藤崎がトンをポン、マンズの本一狙ってますか、はい、まあ、ただ今数層から打ったっていうことなのでドラのパーピンから入っちゃった時だけは2000点のかわし手で OK っていうふうにするんでしょうね。なるほど。親番内川ペン3万引き入れた。で近藤さんはもうここは役牌は切り出さない方針にするしそうですね。瀬戸熊さんもこれは両ピン数層と藤崎さんの顔を見てマンズを打ち出していくのは厳しいっていうところですね、うん、まあ、本一の下茶に対してマンズは言いたくない、はい、しかもね現状藤崎さんは4着ですからまだトンバですけどね、はい、4着の人が上がってしまうと自分が4着になる可能性も高まってしまいますし、うん、さあ自家勢の難が統一になった。今度藤崎は本一のイーシャンテン。いやちょっとこれは面本地統一狙いですかね。まあ初やチュンをポンしていく手も当然あるんですけど、あただ先手になった4面ちゃん、4面ちゃん近藤さんの手は初やチュンポンしていく手ももちろんあるんですけど、藤崎さんのポンもあるんで相当仕掛けでも2風呂目がきついんですよね、はい、なので面前でいきたい。ただチュンが暗黒になったならば話は別か、はい、さあ藤崎5678万待ち、まだシャーしかね手から余ってないんで天敗かどうかはわからないとこですね。この段階だったら出上がりも十分期待できます。うわー大差である。え突然どうしました。いやこれ藤崎さんは白髪止まんないですからね、天敗ですからね。しかも4面ちゃん、ちょっと内川さんのマンズの形が気になります。切ることありますか。まあ、もちろん切る可能性もありますね。これチーピンとかチーソーとか引いたら危ないかなと思いますけど、ちょっともうただ内川さんがねこれウーマンここまで引っ張ってるのは当然一通を見てるっていうのもあるんですけど、ウーマン切っちゃったら6球満以外のマンズがもうきつくなっちゃうんですよね。もう使えないですね、はい、ただウーマン持っとけば6球満以外のマンズを引いてもまだ回ることができると。藤崎さんの方が自分よりテンパイは早いんじゃないかと。今の段階ではテンパイしてるかどうかは分かんないんですけど、吐く、まあ、これは切んないですね。親番内川これは切らない、はい、で自分の方が手が遅いんであれば6球満以外のマンズを持ってきた時のためにっていう残しですから、瀬戸熊さんもちょっとマンズ切らないで天杯に向かうのはきついっていうことですよね。そうですね、下茶に縛られました、はい、3万つもぎられたマンズが余った。まあ藤崎さんもねもう超積極的に行くならばローマン切りからトイトイ狙いとかもあったんですけどね、ここはもう多面ちゃんで押し通そうと。さあもうここは近藤さんと藤崎さんの一騎打ちですかね。ただ白髪は藤崎さんからしか期待できないっていう状況にはなりました。出ることはここからしか厳しいか、はい、ただ山に残ってるんですよね。内川さんでもローマン引いたら一回もあーローマン引いたら一回もで、まあ、ただ一旦パーソーかローソーか選択ですかね。今のうちいったハグだ、うん、親番っていうこともあって勝負かけた、はい、そして近藤泣きました。大三元のイーシャンテン、いやどうなる、大変なことになってきた。これまだね瞬間初止まんないですよ藤崎さん。初まだだって山にトーン安牌ですもんね。残ってる。
今切ったのポンされてる牌で安牌打ってるからまだ第三元とは分かんないしっていうか天牌とは分かんないんで、待って何切ると、いや今度なんちゃ切った、第三元天牌、いや両面に受ける手ある、え両面に受けるんですか、両面に受ける手ある、あ第三元ハツと数層のシャンポン待ち、まさかのあの両面落としから、いやこれ藤崎さんは報酬してもおかしくないですよ、えうわ2枚残ってるんですよね、残ってます、つま上がりもある、ただ藤崎さんは4面ちゃん、藤崎さんも十分、この4面ちゃん近藤がマンズ掴んだら終わり、つも、あーつまった、8000、16000、8000、16000、第三元、あのハイパイから誰が予想したか、いやすさん